佐藤和夫動画チャンネルです。下野新聞に前立腺がんの対応超音波装置ということで配布ということで栃木県内に初めて導入された柔道が載ってました。まあ誰も絶対にならないという保証がありませんので、このような治療法が新たにできた導入されたというのは本当に素晴らしいことだと思います。まあ、合併症も少なくて入院も短期で済むというような形で書いてありますけど、本当にならないことが一番でありますが、なってしまった時には本当に早期発見、早期治療が原則だと思いますんでね、こういうふうなものは大変嬉しいです。今日日光医療センターにできたということで、導入されたということで本当に画期的だと思います。